両方にピンつける。ほい、ありかも。こんばんは皆さん。プッププププッププッ。お、あれはなんか A っておっしゃった。何これ、出た、なんかまたあれだ。こんばんは。こんばんは。これなんでなんやろう。これでってこと？あ、できた。にになんでやろ、私のキーボードから、私のキーボードから絵文字が消えた。え、私のキーボードから、あ、いた、見つけたぞー、みんな見つけた、やった、見つけました。音がずれてる、そんな声が遅れて聞こえる、もしかして本当に、どっち、あの声先行ですか、声先行。うわ、一刻堂じゃん。遅れて聞こえる、あ、声先行、待って、声先行になってる人もいる。なんかあらゆる音声バグが起きてますね。ちょっとだけ楽しみますこの時間。音声バグの時間ちょっと楽し、ちょっと待って、今私はえって何回言ったでしょう。ちょっと待ってよ、すごい、でも汚れてるとこ、ここだけ、待って、すごくない、今の奇跡じゃない、これをちゃんとギュッて締めてなくてさ、こうやって持ち上げたらさ、ここだけがビヨーンってさなったのに、あの他のところに影響出てない。でもちょっともったいないので、ちょっとこれリップに入れてない、これはね、ちゃんとやばい、どうしよう、このリップやばいんよ、めっちゃ色がさ、めっちゃ色が足りんやってないよ、ほら、でも手はこうなる、でも今日ちょうど使いたかったからね、これ、今日ちょうどこれ使いたかったからね、いいんだけど、ほら見て、すごくない？これさ、こうやってさ見て、こすっても取れないの、危なー、これさ、これ服以外のとこにさついたらさ、やばかったよね、あぶな、あ、服以外じゃなかった、あの肌、皮膚以外のとこについたら危なかったわ。でもこれお風呂使って取れる、まあ取れるか、メイク落としで、ほら、だって見て、ウェットティッシュでさえも、ウェットティッシュでやってもこんなに
超赤リップになっちゃった。こんばんは。髪につけたら染まるかも。いやでもそれよりも頭皮がもう頭皮に色がつきまくって大変なことになると思う。こんばんは。みなさんこんばんは。いっぱい配信するねって。あでも朝と夜ですよ。まあいっぱいなんか楽しいのでいっぱい配信しちゃいます。来てくれてありがとうございます。皆さんおにぎりお茶ありがとうございます。これ結構長い期間やってるね。ちなみに私はおにぎり派です。おにぎり派です。皆さんインスタグラムは見ていただけたでしょうか。あてかまだあれですか、まだバグってますか。それをちょっと聞きたかった。ちょっともうさすがにバグを終わらせようと思っている。バグを終わらせようと思うだけど声が先に聞こえてる。じゃあちょっとバグを直しますね。今から私が魔法で。はい、どうでしょうか。戻ったでしょ。これバグなんです。時々ある。直った、ほらすごいでしょ。これがマジック。モドリッチ監督。え、なんか監督じゃない、サッカーの、違うっけ。イリュージョンです。なんか髪色がさ明るくなったからさ、ちょっとアイラインもさ髪色に合わせて明るいのにしてみようかなと思い。え、待って、ん、私なんか違う色買った？いや合ってるか。じゃーん、茶色。ええなんか、え、茶色いアイライナー。アイライナーはね何本あってもいいんでね、すぐなくなるので。んあんま分からんってあんま違い分からんけど、あんまり違いが分かんないけど、あんまり違いおにぎりで隠れとるあんまり違いが分かんないけど、なんかちょっと馴染んでる気がしませんか。お茶茶ありがとう。お茶茶なんかまあ馴染んでる気がするんじゃない。え、でもさちょっとまさかの気持ち問題のし、あ、でもなんかナチュラルかも。なんかでもさアイラインってさ色が明るすぎてもさなんかさしてる感がさ、アイライン引いてる感がなかったらマジで意味がないんですよ。あ、そう、昼の壇上ね読めますね。最後に今日の夜の壇上と一緒に読みたいと思います。こっちの色でもいいんかな、これ同じやつの色違い。あ、でも意外とこの明るさでもアイライン引いてる風ではある。
ちゃんちゃん。え、シェイクうどんって逆にさ、今やってなかったんや。じゃん。でも、ここまで薄いとさ、アイラインって感じじゃないよね。どっちが好きですか皆さん。ブラウンの、ブラウンの時の感じとこっちの感じ、どっちがいいと思いますか。冬場はやって、へえ、そうなんや。おっとおっとおっと、そう、私さ、インスタグラムのやつさ、通知をさ、いつもね、音なしにしようと思ってるんだけどさ、もう一回忘れてる。タイの水祭りな。おい、すごい、それめっちゃ世界的に有名なやつじゃない。この時期にやってるの、寒いでしょ絶対。あ、でもタイとかってあったかいのかな。タイとかってあったかい、あー、全然ダジャレじゃなかった。でもめっちゃなんか今私ダジャレ言った感じがあったんだけど、全然何にもかすってなかった、やばいね。え、ちょっと通知音がやばい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 、通知音すぎた。消モード。こっちに、あのカップの中にうどん入れてくれると持ち運びに便利なのでいいですね。車のボトルのとこ、あ、確かに。私前回の時食べるの忘れたけ、え、絶対今回人気あったってことやんね。絶対食べよう、絶対食べようと思います。シェイクうどん、私のね今の髪型と髪色ね、あのシェイクうどんのあの女の子の髪型を見せました、美容師さんに。ああ、とっても似合うと思いますよって言ってもらいました。言っていただきましたよ。神聖なお祭り。いつの間にバグ治ったん。さっき直した、こうやって指でカン治れって。タイって年中あったかいんか、いいな。タイはあったかい。あ、今でも暑いですタイって。あ、やばい、ダジャレだ。タイは4月の平均気温が一番高い。すごっ。じゃあ今がなんか日本でいう真夏日みたいな感じなのね。タイはハッシュタグタイは真夏日。今日買ったこれがめっちゃ美味しかったっていう報告。大当たりー、すごっ、大当たりおめでとうございます。山勝さん大当たり。え、てかさ、ちょっと聞いてほしい。私さ、倍来なんか16日にさ、なんかあるんじゃん、また着るイベントが。そう、着るイベントがあるらしいんやけど、私もうバリア張れんのやけど、ジェムが尽きた。ジェムをさ、何に使ったんか忘れたんやけどさ、ジェムが尽きてしまって、もう私バリア張れんけん、もう燃やされてしまうかもしれん。悲しい。ジェムってさ、何が一番効率よくたまりますか、皆さん教えてください。エビフライ、ジョージさん、エビフライありがとうございます。エビフライありがとうございます。ハズレピエン、なんか1日なんか1個とかなんかな、
当たるの。なんか前回さ1日でさ3人ぐらい当たったよね。3、4人ぐらい当たったよね。あれ何やったやろうね。大放出サービスでやったんかね。今日も何人か、え、よな今日なっちゃんバリア張ってなかったから増援しておいた。ありがとう、ありがとう。よね、なんかもうやばい、やばいんですよ。お仕事これから遅番続くから3日間のシールド、シールド買っちまったって。おーすごい、それは頼もしいですね。頼もしすぎる。え、なんか私さ、なんかそう英雄なんかのコインが大量に溜まっちゃうんだけど、それを何かに変えれたらすごいいいんだけどな。どうやって使うのか分かんなくていい。ちょっと後でチャットで聞きます、みんなに。200回目の訪問ありがとうございます。ひろひろさんありがとう、ありがとう。バンジャン、あ、みんな改めましてこんばんは、こんばんはこんばんはという名の出席確認をしております。こんばんは。え、すごい嬉しい。私の名前のアバターにしてくれてる方がなんか増えてる。ありがとう。ふむ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 、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ホームレベル19目指そうかと思ったけど、ここで、そう、私もギリ18 17にできる。もうでけん、本部レベルはそこまでじゃな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。やばっ、35度だってよ。タイ暑っ。もうタンクトップで過ごせる。てかタンクトップじゃないとつらいね。みなさんこんばんは。え、暑すぎて扇風機出しましたって人いるけど、それ日本国内よ、日本国内の話。そんな場所ある島とか。あー、湿度が低いけんか。確かに山口や広島も8月の温度なのやばくない？すごい。歌って世界共通ですね。今日クーラー入れました。クーラー入れたの？みんな今日あったかでも確かにあったかかったか、あったかかったかも。布団いらずって感じ。タイに住むのは大変じゃーってね。大変じゃね、ダジャレじゃないよーってでもダジャレ言ってるよー大変よなあ。暑がりな人は大変じゃね。私はどちらかというと寒がりな人なので、暑がりの人とは結婚できないかも。ウケる。でもさ、なんかさ、同じさ部屋でさ生活とかしとる人とかでさ、そこがさ合わんかったらさ、マジさどっちがどう頑張ったらいいんかね。お茶ありがとう。お茶運転してたら26度なる表示されてて、うんってなって、え、そんな高かったの？うわ、そう、絶対花粉症の人はあったかい日、今の季節のあったかい日に
あったかい日にあの窓開けちゃダメ、あのすごいから猛威振るってるから花粉がわんさかわんさか飛んどる。花粉がもう外でハッピーハッピーハッピーって飛んどるけど、私たちもアンハッピー。結構暖かかったってか暑く感じました。私ねちょっとね暗くなってから外に出たけんね。あ、メール届いた、みんな今日。うわ、会社の部活、会社の部活のいいね、そのちょっともういいね、なんかいいな、なんか大人になってさ体動かせるのっていいよね。私多分アイドルじゃなかったらマジでもうなんかあのスポーツというスポーツっていうか体動かすこと、運動に関わることは何にもしなかった人生だと思うからマジでありがたい。ねえ待って、なんかさ見てこんな形にしちゃったパックね。なんかさ私さ学校の給食とかでさパックとかさ出るときに回収するときにさ、なんかこの形にしてから捨てましょうみたいな感じでさいう習慣がついとって、この形のやつ見るとさこれこの携帯にしたくなるんよ。でもさまだ飲み終わってないしさ、飲み終わってないけどめっちゃ飲みづらくなるっていう。まあこうしたら飲めるんですけどね。チース。僕も寒がりなので沖縄あたりで新婚旅行最高、あったかいとこ行きたいですね。あ、結婚なるワード聞いて激うつな、ほんまに責任取ってほしい。どうやって責任取りましょうかって結婚ですか、結婚ですか。あ、チースチースチース。で太ってる人って暑がりなの、そうなのかな。でも寒がりの人もいそうじゃない、関係あるかな。今日宮島行ったら半袖の人多かった。あ、だってね、だって昨日のね、昨日のラジオの帰りね、マネージャーさんなぜかあのマネージャーさんなぜかの半袖になっとったんよ。そうえみたいな上着着とったけんさ息には気づかんかったんやけどさ、えみたいな、下半袖仕込んでたんですかみたいな。そう半袖の上に上着着てたっぽい。でもマジでその日の温度調節、温度管理ができる服装としてマジ100点満点の服装してた。マネさんしかも汗流してたもん。あ、暑がりないんじゃって思いました。リップが濃いけんアイラインも濃いめにした。デスバレーってどこにあるの。花粉症克服したんじゃないこと油断してたら今日完璧にやられた。そうなんよ、なんかあれみたいな、あれ今日私なんかイケてるやんとか思って、あれみたいな、ワンちゃん花粉と仲良くなったとか思うけど、なんかねいきなりね、なんか忘れた時になんかお久しぶりって来るよね花粉。思う、トラックドライバーしてた時相方がガンガン冷房をかけるのがつらい。あーつらいつらい。あのねそうなんよ、なんか寒がりの人にとってあのクーラーのすっごいクーラーガンガンの部屋ってもう本当に体の芯の芯の芯の奥底まで冷えるんよ。もうやけんさやばいみたいな、このまんまじゃ私体が凍ってしまう、あ冬眠してしまうってなる。そう冷房ってねなんかねちょっとね体に悪い感じするけど、まあないとね、ないと暑いよね、適度にね使いたいよね、うまく。よしさんありがとう。海外の観光客の方の半袖率高しね、しかもなんかさ半袖やしさなんか半パンじゃない、あの膝上丈のさパンツじゃない、半袖で、ね、その丈のパンツやけん、うわーみたいな、うわー海外スタイルって思いながら、ちょっとまだ寒くないっていう時にそういう格好の人とか普通におるけん、そう
完璧なマネージメントです。ね、守護的。メイクありがとう。いやーほんまほんま。デスバレーはアメリカどういう街ですか？メルクありがとう。メルクメルクメルク、牛乳を飲んでください。牛乳ね、飲まないか。牛乳この中には何が入っているでしょう。あれ、私がこのカバンの中に入れていると思っていたものが入っていなくて今驚いています。マジで大事なコンタクト、コンタクトのコンタクト液、目薬。最近の一軍リップたちです。私のこれめっちゃ可愛い 3CE のチュルチュル系。ちょっと唇に入れられないすぎてもう色が濃くなって、もう今日私唇の印象しかない。であとはこれオレンジ、かわいいオレンジ。って感じ。ガンザンの警告。服断捨離しまくってたのにまた服注文してしまった。もう秋冬服買わんぞの気持ち。頑張れデスバレー。うん、上防寒着で下半ズボンの海外の方見るとすごいなって思う。わかる。おるよね。なんかめっちゃ上あったかそうなのに下うわみたいな、半パンみたいな。多分 JK マインド持っとんよ。足は出してなんぼじゃんみたいな。足に寒いっていう、なんていう、あ、足に感覚なんていう、寒いっていう感覚を感じる場所がないよ。マジで私も JK の時とかそうやった。そう、一軍リップ。そう、外国の方は JK 説。多分 JK でもなんか確かにさ、 JK のマインドって海外の方に似てる説なきにしもあらずやけん、ほんまにそうかも。やけんみんなも半パンで過ごしたら海外の人みたいにめっさポジティブになれるかもね。そう、あでこだちです。可愛くない？このピン可愛いでしょ。これはね、プラザで買いました。この付け方かわいいわ。新発明です。 JK マインド経験者と寒がりなのは両立するんって。あー、私はね、寒がりって言ってもね、あのね、末端冷え性やけんあれなんですよ。 JK 末端は隠れてるからちゃんとあのマフラーもするし手袋もするし靴下も履くから末端冷え性だから全然あの JK マインドはいけます。勝俣さん JK マインド説。そう、 JK マインドはそう、寒がりと末端、寒がりと JK マインドは意外と両立できる。苦ではなく両立できる。真冬でも T シャツ半パンの海外観光客の方いるよねってね、いると思う。ドゥ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 、こんばんは。秋吉さん、おにぎりありがとう。
おーちゃん、おーちゃん、これ多分花粉のせいなんかな。鼻がなんかめっちゃ鼻が不調。というわけでみんな明日からも頑張っていこう、頑張っていこう、その一心でございます。頑張っていきましょうね。グリーンティー、 Thank you グリーンティー。月曜日です、明日からも頑張ります。私にエールをください。もう夢を見ている人もいるでしょう。すいません寝てました、今来ました。今日4時半に起きないといけないのでごめんなさい。本当に来てくれた、本当に来てくれたじゃん、ありがとう。早よ寝に、早よ早早く寝た方がいい。挨拶したらすぐ寝る。ね、頑張ろう。もう4時半起きはもうとりあえず2時間は寝た方がいい。わあ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 、すごいすごいすごい。牛乳とパンじゃなかったし、牛乳とおにぎりだよね今なんかやってるの。え、待って、やばい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 、どっかに穴が開いた。え、どっか穴開いてるよね。待って、飲めなくなっちゃったかもこれ。負けないでもう少し最後まで。え、今日さ、そうもうさすがにさ素足でさ健康サンダル履けるぐらいあったかいんじゃないって思って、素足に健康サンダル履いて、あのキティちゃんの健康サンダル履いて、ちょっとね夜ご飯買いに行ったんですよ。ちなみに色付けリップ塗った後に飲み物とか飲む時にキャップついたりして、あ、そう、こういうティント、あ、今さ色付きのさグロス塗っちゃったから多分こうやったらこうつくんですけど、でもこれがあのこの手についたやつあるじゃん、これを塗った後に透明のグロスとかやったら全然つかんです。そう、そう、ドンキで買いました。いや、ドンキにね売っとるね健康サンダルも可愛いけどね、あの島村に売っとる健康サンダルも可愛い。エビフライありがとう、ケンジハズレピエン。じゃあグロスはね潤いです。なんかね、そう、なんかこの一番さっきあのベチョってなったのはティントって言って、あのこう色素がこう皮膚に染み残るんですよ、だからこれつかないの一回定着したら。で、そう、健康サンダル履いて夜ご飯買いに行ったんです。でさ、なんか別になんかね行き道は全然何にも思わんやったんやけどさ、なんかそうなんよ、帰り道にさ奈良に連れてきて、だんだんもう足の裏がさもう痛すぎて痛すぎて、もうなんかもう刺激がもう健康サンダルのあの凹凸でオラ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 ってさ、もう歩くたんびにさ押されるわけよ、自分の体重分あのこう押されるわけよ。でけんさ、もうやばいと思って、待ってみたいな、立ち止まってしまうと立ち止まった分だけあの全体重が乗っかるやんか健康サンダル。
痛いわけよ。だからもうこれはちょっと立ち止まるよりかはちょっとなんかもうスキップみたいな感じで、ちょっとなんか片足をなんかスキップみたいな感じでちょっとルンルンこう飛ぶようにさ歩けばさ、わかる？あの片方ずつさ、あの足が浮いてる間さ、あのこう凹凸にさ足が当たらんやみたいな、そう。でもいろいろ試した歩き方で、一番良かったのはもうちょっと他の物事に意識をそらすっていうやつそれスキップはそう、片足で飛んでる間片方の足は痛くないけど、そのスキップで飛んだ分の、待って潤いを感じる、なんかスキップであの飛んだ分だけ あの痛みがちゃんとあのまた片足に返ってくるけん、はい、なんかもう、一緒ってこと、もう普通に歩いとるのと一緒っていう、トータルすればね、もう解決策はちょっと他のことに気持ちをそらすでした。かわいいってありがとう、ブローフィー、ブローフィー、推しにしてね。今日マーチンで靴ずれして、私もいろんな歩き方試して、わかる、いろんな、なんかわかる、靴ずれする靴ってさ、いろんな歩き方試すよね。マーチンなんか靴ずれしやすいって聞くわよく。なっちゃんがスキップできる系女子でよかった。そう、こう見えてスキップ超得意なんですよね。ケンジありがとう、おにぎり、おにぎりミルクありがとう。マジ変な人やったと思う、周りから見たら痛くてウキウキしちゃうの面白い。そう、立ち止まった分だけ体重が乗る。そう、痛そう、痛いのよ。でもまあそれがね、健康サンダル、え、でもこれが目的よね多分。これってさ、健康サンダルで足の裏痛くなるのってさ、ちゃんとあの健康サンダルの効果ってことよね。そうやんね、そういうことやんね。でもだって今もなおこの末端冷え症の私が、末端冷え症の私が今もなおあの足の裏だけなんかポカポカしとるもん。すごくない？夜ご飯はおにぎりとエビフライだったりしたっていや、ほんまに夜ご飯はね、あ、でも惜しい、待って、惜しいよ。私エビとご飯一緒に食べてるもん。お寿司食べたから、お寿司食べたからエビとご飯食べてる。ちょ、フライは食べてないな、フライされてなかっただけやな。そうやな、私は夜ご飯はミニトマト1パックとおソース食べました。わー、ハートテンキュー。自分もミュールで靴ずれするやつして、え、なんかね、かわいい、なんかかわいい靴ほど靴ずれしやすいよな。ここ最近はほとんどナイキのエアフォースワン履いてるって、いいね。いや、なんかさ、ちょっといいさ、いいスニーカーをさ、なんかわかる、なんかいいスニーカーを超履いて履き古すっていうかな、なんていうんやろ、すっごいいい感じに、なんか使用感めちゃめちゃある感じにしてみたいそれがいっちゃんかっこいい説出てきた。なんか最近足の裏のマッサージね、大事やと思う。私のね、私のお母さんめっちゃ指の力強いんですよ。で、なんか要さ、テレビの罰ゲームでさ、なんか足つぼマッサージみたいなあるやんか。で、なんかね、昔テレビで見よって、なんかその足つぼってどこをしてるんですかみたいなのがあって、で、なんかその説明をテレビでしよったんよ。そしたらさ、お母さんがさ、私にさ、ちょっとやらせてやって言ってさ、やってきたんですよ。マジで痛かった、あのテレビで罰ゲーム受けてる人の反応になった。そしたらお母さんはなんか指の押す力がちっちゃい頃から強かったらしくて、
なんか生まれ変わったらあの罰ゲームの足つぼしになろうかなって言った罰ゲーム足つぼし効果てきめん僕イケメン、はい、OK。 ちなみにココイチで唐揚げにエビフライ、唐揚げ唐揚げにエビフライはもうお子様ランチなんよ。わんぱくすぎる、ごめん。カレーにね、カレーにね、ココイチでカレーにエビフライ乗っけて食べる人やばいね。え違う、え私今唐揚げにって言ってたんだよね。ココイチに行って唐揚げにエビフライ乗せて食べる人ったらやばい、カレー食べなってなるもん。カレーでした。えそう、クタクタになったヴィンテージ感の出た味のある感じ、そう、それをやってみたい。カレーです。わあいいね、革を、革靴育てるみたいな。えマーチンって革か。えそうなんよな、なんか昔からなんかドクターマーチン一足欲しいけどさみたいな、一足欲しいけどなーって思いながらさ、ずっと思っとったけどさ、なんやかんやで今までまだ一足もゲットしてないや。どういうのがいいんだろうね、なんか私思うんよ。えいいね、靴がお酒のつまみになるとき。でもなんかさ、自分の好きなもの見ながらさ、こういいね、そんな、なんかそんないいな、そんな人生送りたい。そういうのめっちゃロマンだと思います。えガチであのさ、あれよね、見ながらよね、あの靴を食べながら本当にお酒飲んでるわけじゃないやろ、そういうことやんね。エビカツが一番時間かかる場合、ここに店員受けるエビカツってあるん、エビフライじゃなくて。え何それ、超美味しそう。うんうん、こんばんは。しょっちゅうスニーカーとキャップ眺めとるわ。ええー、わー、ええー、よなー、ええー、な、ええー、なー。今の中国産のマーチン、えマーチンって中国産なんですか。マーチン持ってないんや、一足あるとな、えそう、それ思う、一足あると何でも合うよね。でもなんか私さ、マーチンのさお店行ったらなんかすごいさ無難なさ黒とかのやつじゃなくて、なんかピンクのブーツとかが買っちゃいそうでさ怖いのよ。店舗行ったらさ多分いろんな可愛いのあるじゃん。でやっぱ黒が相場ですよね。食べてるやつはやばいいいね、なっちゃん見ながら。あでもね、そうなっちゃんの配信見ながらいつも一日こうお酒をたしなんでますみたいな人いるからね、ぜひ私のトークで笑いながら美味しいお酒を飲んでいただいて。ヴィンテージモヘアカーディガン着ずに見ながらいいね。お茶グリーンティー Thank you。 こんばんは。オーストラリアにはシュウヘイじゃなくない、シュウヘイなんて書いてない、シュウイと言って靴の中にお酒を入れて飲む風習、やば。それって新品の靴ですか。一瞬大谷さんかと思ったけど翔平でしたわ。なんか今日さ、なんかない文字が見えるんやけど、カレーライスがさ、カレーが唐揚げに見えたりさ、周囲が周平に見えたり、やばい。ウルヴァリンの千枚ブーツ、え、なんかウルヴァリンってなんかさ、なんかはい、モンスターじゃない、なんか映画に出てくる。ありがとうグリーンティー。マーチンは絶対安定なの買うって決めていったけど、まんまと可愛いシューレースに変えてしまった。ああやな、それはああやわ。でも可愛いなら OK。 マーチンは英国産以外ライセンス商品、えじゃあ日本に売ってるのは
日本に売ってるのは違うってこと？じゃあ英国に行かなきゃいけない？英国、イギリス おにぎりありがとう、でんくだよ。そう、私さ、ティンバーランド欲しいの、めっちゃ。どう思う？マーチン、あえてマーチンじゃなくてティンバーランド履く。いや、結構ティンバーランド激アツ。老眼じゃない、老眼じゃない、今はもうめっちゃ同意の顔、同意の、それって。自分または他人が履いていた靴の中にお酒入れて飲みます。衛生ガンムス、え、本当になの？周囲やばくない？周囲やば。元祖マーチンのソロバーがおすすめ。え、ちょっと今度教えてくださいよ。 X-Men のヒーローです、ウルヴァリン。え、だよね、なんかおるよね。賞味、自分が女の子だったらマーチンよりクラークスの方入ってる気がする。クラークス、どんなやつだろう。あ、めっちゃ見たことある。え、これ女子が履くやつなんだ。でも私ちょっと厚底の方が好きなんだよね。でもそう思ったら厚底って考えたらマーチンやな。日本に入ってるのはライセンス商品。なるほど、あれみたいな感じ。なんかあのコンバースもそうよね。なんか国によってライセンス違うよね。やけんさ、韓国のさコンバースとか全然デザイン違うくない？いいブーツね、いいね。ティンバーなんか可愛いのもあるよね、かっこいいのもあるけど、なでもなんかあの王道なあのキャメルのやつが欲しい。キャメル、なっちゃんに靴を送りたいけどほとんど1万円を超えるという事実。え、でもあのさ、前送ってくれたやつめっちゃ使ってる。今の私のレッスンシューズです。あれ超いい、あのなんかエアー入ってるやつ。そう、ちょうどさ、あの前使ってたレッスンシューズがさ、もう空さになっちゃったっけ。空さになった、雨の日も雨の日もどんな日もずっと使ってたらちょっとね、空さになっちゃったので、ちょっとそう、めっちゃいいタイミングで送ってくれてありがとうございます。靴大好き。でもなんかさ、あれよね、 CT70 みたいなやつだよね、韓国の。でもなんかさ、あれだよね、なんか日本にもさ、なんかちょっと厚底なコンバース出たよね。あれ超可愛くない？なんかあれもあれで可愛い。なんかあれのなんかピンクがなんか今度出るらしくてめっちゃ気になってる。こんばんは。左右別々に送れば1万円以下にならないかなって。あ、でもなんかそれなんか意外といけるらしい。この前なんか沖さんが、私がめっちゃ欲しかった靴をめっちゃ前にそう履いてて、わーと思ったら、そうなんか片方ずつ届いたんよって言ってた。あー、え、なんかね、これコンバースの
厚底のやつ、なんやっけな、私確か画像保存した気がする、可愛すぎて。え、これどこのやつなの？え、17日発売だって。超かわいい。え、超かわいくない？見てこれみんな。え、4月って今月じゃんね。超かわいくない？ピンク、春だね。え、待って、靴底にラメ入っとるんだけど、ソールの靴底にラメ入ってるんですけど、これなんかあれだよね、日本で売って、日本で発売されるされたコンバース、ローズグレーって天才的、ピンクとグレーパラディウムの リボルトのアニマル柄、調べてみようね。え、靴って可愛いよね。靴っていいよね。もう私本当に思う。でも靴はいい靴をゲットすると、自分がね思ういい靴をゲットすると、靴はいい場所に連れてってくれるから。待って、超かわいいんだけど。え、超かわいい、ここ超厚靴じゃ、これ超厚底じゃん。パラディウム、ちょっとスクショ、またまた、え、何これ、超かわいい。どこのブランドですか？そう、グレーっぽいピンクのやつ、ローズグレー。いけるのそれ？でもなんか危なくない？本当に？って、え、なんかね、そう、片方ずついけたらしい。多分なんか検閲の人に、なんか多分検閲の方ってお手紙とかも見てくれるんですよ。お手紙も見るの、一回読むんだけど、多分そこにお願いしますみたいな、どうしても届けたいんでみたいなことを書いて片方ずつ送りましたみたいな書いたらワンチャン届くと思う。いや、でも届かんかった、でも届かんかったらさ、あれよね、なんか届かんかったやつってさ、みんなの元に戻ってくるよね確か。あれ違うっけ。もしも戻ってきてしまったら、あのまたえけん、あの来年の、来年今年24歳になる時の生誕祭のなんかあの飾るとこにしれっと置いといてよ。生誕祭のあの飾りの中にしれっと忍び込ませとってよ。これディスプレイですみたいな。こんばんは。え、待って、すごい。ちょっとジョーダンの厚底あるけん片方ずつって思ったけど、いや片足でも1万円余裕で超えますから、ジョーダンさんはやばい。でもかっこいいよね、なんかそういうの、そういうの一足持っとくとかっこよ。ちょっと待って、ジョーダンってかっこいい、響きかっこいいですね。いいですね。いや待って、2回分の、そう、2回分の男女読み、ありがとう、本当にナイス、せいやんナイス。お昼分の壇上を読みたいと思います。お昼分の壇上、しゃっくりしゃっくり。
ではでは読み上げていきたいと思います。13位、お昼のね、これ お昼配信の壇上です。お昼配信13位、サージカルさん、ありがとうございます。パチパチパチ。12位、スーパーニモさん、ありがとうございます。パチ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 。11位、まさみさん、ありがとうございます。パチ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 。10位、ようかのさん、ありがとうございます。パチ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 。9位、おいもちゃん、ありがとうございます。パチ。8位、ウッズさん、ありがとうございます。パチ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 。7位、ガモさん、ありがとうございます。パチ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 。6位、山勝さん、ありがとうございます。パチ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 。5位、ゴキザリー、 Thank you。 パチパチ、クラップ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 。4位、タイムファイヤーさん、ありがとうございます。パチパチパチ、タイムファイヤー。そして第3位です。3位の発表、結果発表。11さん、ありがとうございます。第2位、第2位、ハイキーさん、ありがとうございます。パチ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 。そしてお昼配信第1位はジトクさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。そしてあの壇上スクショ送ってくれてありがとう超助かりました。ではこの枠の壇上読みたいと思います。夜配信の壇上です。13位、しげさん、ありがとうございます。12位、じとくさん、ありがとうございます。11位、かずさん、ありがとうございます。10位、あきよしさん、ありがとうございます。待って、めちゃくちゃ出そう。9位、なぜなにくん、ありがとうございます。8位、すさむん、ありがとうございます。7位、ゆうのくん、ありがとうございます。6位、D作さん、ありがとうございます。5位、完成のまきさん、ありがとうございます。4位、山勝さん、ありがとうございます。3位、けんけんさん、ありがとうございます。2位、ジョージさん、ありがとうございます。そして第1位、けんじ、ありがとう。ではみんな、おやすみなさい。おやー上明日の朝配信は7時から待ってる。